皆さんこんにちは、ジミジミです。今日は invaluable の意味について考えていきたいと思います。value っていうのは価値という名詞ですが、 valuable 価値のあるという形容詞ですね。それに in がついた場合どうなるのかですね、確認していきたいと思います。答えはですね、価値がつけられないほど、値段がつけられないほど、価値があるという意味です。Valuable の強調した形になります。要するにとっても、価値があるということですね。よく in をつけると反対の意味になるということですが、ここでは単純にですね、Valuable の強調形だっていうふうに確認してみたらどうでしょうか。はい、じゃあ例文をね、見ていきます。Titanium is a valuable commodity for various industries. さまざまな業界にとってチタンは高価な、商品です。お金で買えるっていう感じなんでしょうか。続いて、下ですね。The family photo that hangs in the bedroom is invaluable to me.寝室に飾ってある家族写真は私にとって貴重である。これはね、お金で買えないというぐらいね、大切なものっていうことを意味してると思います。じゃあ、これに似たようなね、単語もう一つ紹介しましょう。はい。Flammable。可燃性の燃えやすいということですが、Flame。これが炎。っていうのがね、分かれば、燃えやすいというね、形容詞が出てくると思います。じゃあですね、inflammable というのはどうなのかというと、これまたですね、可燃性の燃えやすいという、意味になっています。辞書なんか見ると、主にイギリス英語とか書いてある場合もありますし、アメリカでも使われるんじゃないかなと思いますが、工業製品なんかでは、誤解を生じないために、フラマブル、因がつかない形が使われるっていうふうに書いてありました。また人の感情ですね、カットしやすいという場合はこのインフラマブルが使われるということも書いてありました。じゃあ燃えないっていうのはノンフラマブル、不燃性のという意味になるみたいですね。これもそんなにあんまり試験には出ないと思うんですが、じゃあ続いてですね、普通因がつくと否定になると思いますが、その例を見ていきましょう。はい、因という接頭辞ですね、これできないとか反対の意味を表しますが、incapable、capable、能力のあるに対して incapable、能力のない、invisible、visible、目に見える、目に見えない、inevitable、避けられないということです。続いて、be independent of、何々から独立しているということですね。はい、じゃあこの in のない形ですね。be dependent on、何々に依存しているという形になります。もう一度確認しますが、ここね、in がついてますから反対の意味になりますね。依存していない、独立しているっていうことですね。じゃあ、何々かなっていうとき、from とかこの of が使われるっていうところが重要だと思います。じゃあ下の dependent on っていうのは depend on と同じくね、依存している on っていう前置詞を使いますね。B, P, M の前では im, im が使われます。これは B も P も M も、唇を閉じて発音しますよね。B, P, M ね。ですから、impossible, 不可能な、immature, 未熟な、impolite, 無礼な、不作法な、imbalance, アンバランスっていうふうにね、
この IM が使われるっていうのをですね、確認していただきたいと思います。ね、Possible 可能な、それに対して Impossible 不可能な、Mature 成熟した、それの反対 Immature、Polite、礼儀正しい、それの反対 Impolite、不作法な、Imbalance、バランスのね、反対語アンバランスというふうになります。他にもですね、いろんな場合があるんですが、今日はここまでね学習していきました。はい、ご視聴ありがとうございました。